はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロードオリックス純正編です。今日でログインが737日目ですね。はい、現在2021年12月14日の22時4分なんですけども、今回ですね、コロシアムの方ですね、あと16時間と55分ありますけども、一応僕の全部終わりました。はい、一応累計全部終わりまして、トップランクランキング現在1位、記録が150ですね。で、まあ、打率7割5分4厘、安打が150、本塁打46、打点103ということで、一応ランキングの方なんですけども、おそらく1位取ったと思います。はい、まあ、2位の方と、12本差ですけども、まだやってない方でも4位の104なんでね、まあ、6試合で46ですか、多分ないと思いますんで、おそらく1位は行けたかなという感じですね。まあ、よかったです。はい、優勝できそうなんでね、1位取れそうなんでよかったです。はい、まあ、報酬はこちらですね。この第6代アンダー王、100エナジー、3万スピメダル、10万コインということで、まあ、1位取れそうなんでね、何よりだなと思ってます。はい、頑張りました。はい、それでですね、まあ、報酬の S ランク契約書を開封したいなと思います。はい、その前にですね、まあ、平野選手のね、称号をつけたいなと思いまして、平野選手育成終わりましたんで称号をつけたいんですけども、平野選手のですね、ここですね。はい、平野選手が球威79、制球77ということで、スタミナ61なんですけども、まあ、球威 A に、まあ、乗せれればいいかなとは思ってるんですけども、まあ、同値も一応ね、80、80、同値も一応狙える称号がありますんで、まあ、それ狙いたいので、まあ、それ、星4の称号なんですけども、極意称5枚使ってね、ちょっと狙いに行こうかなと思ってます。1回だけしかできないんですけども、A ランク1枚、称号1枚しかないんでね、1回だけしかできないんですけども、できれば、9位請求80、80同値を A の同値をね狙いたいなと思います。はい、ですね、こちらですね。はい、まあ、称号で言いますと、先ほど言ったのがこれです。ミスターコントロール、9位プラス1、請求プラス3、これで平野選手の場合、80、80の同値になりますんでね、まあ、これぜひ来てほしいなと思ってます。はい、まあ、一応5枚使いますんで、まあ、星3か星4しか出ないんで、まあ、9位 A に乗るのはね、星4さえ出れば9位 A には乗りますんで、まあ、最低限9位 A には乗せたいなと思ってますんでね、星4出てほしいですね。はい、それでは1回だけですけどもやります。ここですね。はい、いきます。極上5枚使います。まあ、9位 A に乗せたいですけども、できればミスターコントロール来てほしいです。いきます、お願いします。さあ、来い。とりあえず星4来い。起きた、魂の投球、星4ですけどね、まあ、これで9位 A は間違いないですね。魂の投球、いいですね。うわー、いいですね。9位プラス2、請求プラス2ということで、9位81、請求79ということでね、まあ、同値はできませんでしたけども、もう十分いい勝負をつけましたね。よかったです。結構強化になったかなと思いますね。はい、これで、はい、平野選手の称号終わります。はい、まあ、いい称号つきましたので、星4の称号つきましたのでね、よかったかなと思います。それでは、プロスピアンダー王、コロシアムアンダー王ですね、のこれですね、コロシアム累計34試合達成の報酬 S ランク契約書、これ開封したいなと思います。まあ、これはね、このアカウントね、オリックス純正だけでやってますんで、ぜひオリックスの選手来てほしいなと思ってます。来てほしいです。いきます、 S ランク契約書お願いします。オリックス来い。さあ、宮城選手とかね、伏見選手とか来てほしいです。とりあえずオリックス来い。さあ、ダメ。うん、近藤選手。はい、日本ハムの近藤選手ですね。結構強い選手ですね。うん、残念ですけどね、まあ、しゃあないですね。はい、オリックスコズということです。はい、うん、結構強い選手ですよね。はい、はい、今回こんな感じですね。まあ、プロスピアンダー、プロスピコロシアムアンダーをね、一応、まあ、1位なんとか取れそうなんでね、それが一番、まあ、良かったかなと思います。まあ、平野選手の称号もね、結構いい称号、星4のね、称号つきましたんで、9位 A にも乗りましたんでね、同時は無理でしたけども、良かったかなと思ってます。はい、
あと交換会ですね、交換会、まあ明日になるんですけども、この動画出す頃にはもう当日ですけどね、今回この3名出してますんでね、まあ、ぜひこの同チーム、まあ、オリックス純正だけでやってますんでね、この同チームでね、うん、そうですね、まあ、シリーズ1でもね、オリックス純正の場合は全然欲しい選手もいっぱいいますんで、持ってない選手来てほしいなと思ってます。楽しみですね。はい、はい、今回こんな感じですね。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロードオリックス純正編でした。